それでは次回11月30日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は極真空手の世界選手権で優勝、合同潜水訓練などご覧の内容でお送りします。この後30分からの特集コーナーは生き生き健康情報、おいしく減塩生き生きクッキングをお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。